お前の遊びの誘い方よ。静岡サービスエリア最後ちょっと、高速料金安くするためにここでちょっと休憩してましたね、はい。サクッとトイレしてそれで、出発したいと思います。これずっとこれ阿出ちゃん、ここが新しいお家です。よろしくね。おはようございます。雨ですね。気温20度ぐらいですかね。朝方というよりはもう2時ぐらいに着いたので、そこからみんなゆったり寝て明るくなってから散歩してます。もう7時過ぎてるんですけど、めっちゃ涼しいんですよ。まだ全然この時間散歩でも全然 OK というね。助かりますわ。パン好きおじさんにパンを狙われてます。いやもう来なくていいから。チョコチップメロンパンとか絶対食べたら赤いやつやし、あんた飽きません。前の家よりキッチンがみんなと近いからな。前はこうちょっと入りにくくなってたからあれやけど、諦めた。偉い偉いね、あんた。そう、いい子。はい、車の荷物全部下ろしました。ということでね、はい、まだ車にこんだけ荷物が積んでたんですね。脚立と間違いですけど、はい、もうこんだけ、はい、荷物積んでたんですよ。この茶色のコンテナが5個ですね。でこの長いの2つで、テントのこの長物が3つ、バーベキューコンロにベッド、犬用ベッドにこのねバケツやら、犬のフード、ね、トイレトレーとよう積んでたなという感じですね。はい、暑いですか、でちゃん。でも気温22度ですよ。22度、涼しいですよ。まあそんなベロが出てるわけじゃないな。ちょっと湿度が高いからな。85番、雨降ってたんですよね、朝方ね。でちゃんチッチしに行こう。おいで。チッチして、チッチな。用事も出てきた。これおいで、チッチしよう。帰っていくんかい。しょんべんぐらいしろよ。しょんべんちゃーしてもう終わりかい。帰るんかい。あいちゃんおいで、チッチは。あいちゃんチッチして。家から出てお庭でおちっこっていう生活スタイルを覚えてくれたらな、楽やな。ウッドデッキの下に潜れないようにして、はい、ちょっとビス止めして、それで下をこれでネット、ぼっこ中です。あで姉ちゃんもひなたぼっこ中。気温24度。あんちゃんは、トイレもせずにお部屋にこもってます。れんちゃんは出しましたが、はい、見事にねこういうことをしてね、はい、バラバラにして遊んでましたんで、またケージに入りました。はい、ちゃんとできるまで繰り返し頑張ろうな。それでちょっとここ、こっち側ですね、越えたとこ、こういったところのですね、もう済ませました、ね、
まあ外のこともちょっとずつやっていかないとなという感じですかね。外のこともやっていきつつという、周りもちょっと草刈りをしました。ダーブレード使ってみたんですけど、ちょっとまあ多分おっさんの使い方が悪いだけで、あまり上手に粉砕できなくて、笹刈り刃っていう笹を刈る用のチップ層をつけたら、割にほらガンガンガンと、はい、なぎ倒せました。赤いテープが貼ったとこまで、我が家の敷地に出そうなので、はい、また急に雨降ってきた。ようわからん天気やな。朝も雨で、昼間ちょっと晴れたかと思ったら雨降ってきた。洗濯機回そうとしちゃった。こういうタイプのやつはもうダメですね。空気もうほらポタ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 で、この家で使ってたこのタイプを持ってきてるので、あれでいいじゃん。急な土砂降りでございます。土砂降り、土砂降り、おいしくありません。いけません。おいしくありません。もう何でも食べ物やからな。もうこのタイミングよく、4時なんですけど、お散歩に行こうかっていうタイミングで雷を伴った土砂降りですわ。なぜ姉ちゃん困ったね。でこのあんちゃんとれんちゃんはおしっこしてないという。ロイとあぜちゃんはお昼間、マイドッグランで、おしっこしてくれたので、大丈夫やと思うんですけど、はい、ちょっとね室内干しを、室内干しね、できる場所を作ってないので、なんかこういう体格使って生活が成り立つようにしないとなみたいな、まあ、洗濯機回せるようになったのでそれだけでも良かったんですけど。朝から元気だね君は。うわ、もう一人ね、このねウッドデッキに椅子置いて、それで富士山眺めながらコーヒーを飲むのが至福の朝でございます。おじも出てきた。やっぱどこに来てもゴロリンチョだよね、ルイちゃん。いっぱいゴロリンチョするとこあるよね、ルイちゃん。好きなとこでゴロリンチョしてくださいね。あんちゃんがランに出てくれないですよね、なかなかね。あんちゃんね、あんちゃん行こうよ。あんちゃん、他3匹はラン出てるんですけど、ロイはあそこで日向ぼっこ。またそこ入ってる。お買い物イオンと、ホームセンター行ってまいりましたね。フォレストモール、鳴沢村30度でしたけど、こっちまで来てやっぱ24度ということで、まあ、6度も違うんですね。意外です、はい、本当にやっぱ涼しいわここ。仲良しロイとかね、できるだけフラットになるように、この辺はちょっと岩があるので、ちょっと残ると思いますけど、で地が低くてですね、こう高くてまた向こうに行くと低いんで、山を削ってできるだけフラットになる部分を増やそうかなという作戦です。まあ、人力なんでね、重機やったらこれ早いですけどね。